ホイールがいいね。交換してくれるし、またそれ悪いんだろ。昨日から言ってるんだな。昨日この子来たんですけど、まだお若いのにすごい。私も一個下です。あ、本当ですか。ここが一緒、形です。あ、これエアソンですか。いや、社会長です。このアルミなんか狙われてますよ。このアルミ狙われてますよ。SSR。 もう長いですか乗って。いや、つい最近乗車したばっかで。あ、そうなんですか。ホイールなんかもついてたんですか。これもついてた。あ、いいね。これ買いは相当高いよ。いや、相当ためかかってます。ブレーキもなって TDM じゃないの。 TDM 全部 TDM でやって。車高調も、はい、あれ、ああ、あれだ、北さんのだ。そうです。そう、あのいろいろ持ってる人ね。そう、そう、車すげえ持ってる人いるの。ああ、そのまま売っちゃったんだ。じゃあ北さんから譲ってもらって。ああ、じゃあいいっすね。あの何やったか分かってるからね。いいっすよね。車高調も DDM で来て一回乗せてもらったんですよ。あ、マジっすか。その時もっとめちゃめちゃだった。もっとめちゃめちゃで、ホイールが多分違ってたかな。あ、違ったっすね。このホイールを入れたんですか、北さんは。まだみんな乗ってるんですか、あの辺の人たちは。あれ、レースの女の子とか言ってんじゃん。いや、みんな沖縄行っちゃいました。はい、沖縄にみんな行っちゃいました。え、なんで。あ、北さんも。北さんは福岡にいるんかな。あ、じゃあ、あっちの方でやってるってこと。北さんの仕事関係でみんな行っちゃって。あらら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 、みんな一緒に来てたんですよ、あの3人ぐらいで。で、一緒にね、働いてて。そうそうそう。あ、じゃあいないのね、今。そう、今いないっす、言っちゃった。車じゃあみんな持ってってんのかな、俺。アリスタとかも持ってんだよね、北さん。一郎くんアリスタも持ってたんです。北さん、アリスタどうした。北さん、いろんなところに置いてあるから。休みに譲ってもらったんですか。安く、まあまあ。安く。ああ、よかったっすね。だってこの仕様で仕上げたらえれい金額しますもんね。なんかやるんですか、この後。とりあえず北さんのやった傷を全部直してから。あ、何、北さんがやったの。いや、そうだね、まあね、好みに後はね、仕上げていけば。あ、じゃあ来たばっかっすか、まあ結構これは買ったばっかっすか。買ったばっかっす。これ知ってました。で、エアロもついてるし。そっか、北さんいなくなっちゃったんだ。いなくなっちゃった。びっくりだな。どっかで見たような気がするなと思ったら、そうだった。ブレーキまでは多分知ってるんですよ。すごいな。でもこのサイズだと多分無理だね。もっとキャンバーつけるしかないけど、タイヤが持たないね。持たないですよね。とりあえずじゃあこれで。あ、インチ、何インチですかこれ。19か。すごいな。お、リュウイさんも見ましたね、ホイール。これ深いよね、サイズ。いくらすんだろう、これ。特注だよね、このサイズ。北さん、金持ってるからな。これも北さんのあれじゃないですよ。北さんのあれ。助手席はもう北さんです。北さん結構あるんです。すごい、内装白です。珍しいよね。助手席がすごい北さん感じる。北さんやっちゃったんですか。北さん金持ってるからな。まあ色がいいよね。いいですね。でもそんな汚くないよ。シンクやってるし、北さん。あ、焼いてるし。焦がしてんじゃもったいね。助手席やってるし、北さん。あれはもうリペアしちゃうしかないですね。ごまかすか、なんかこれは嫌ですよね。でも北さん味があっていいかなと。まあ思い出の一つのね、あの、それもありですよ。いや、そんな汚くはないですよね。そんなに汚さが乗った割には。そうですね。ああ、今走行距離ってどのくらいなんですか。残りが9万ちょっとっすよ。いや、まだまだね、余裕だね。これはびっくりだね。
こうやってあれ、ね、他の人の手に渡ったみたいな。俺どっかで見たなって。ブレーキとか T 字目入れてる人そんなにいねえからさ。高いもんね、ブレーキだけで。車高ちゃんも確かね、これフルスペックかなんかで、ね、めっちゃ高いんで買うと。車高はトータルで450万つだっけ。ああ、クリスタム。カスタムだけで。もうやばいよ。なんか買えるよね、車が。買えますね。さすが北さんのメーカーは。モデリスタか。パートがどっちだ、こっちの側割れちゃってて。あ、そう。それも交換してもらって全部。じゃあ新品モデリスタで。タイヤも新品で変えてもらって。あ、じゃあ結構やってもらったんですね。最後のあれだから。あ、そうっす。全部綺麗にしてもらって。お金持ってる人は違いますね。違いますね。俺だけでも高いですからね。やるだけでも。高いっす。あ、北さん。まあこれからっす。これからっす。あ、集まり楽しみですよ。